すっごい大事な話ですから、なんでチープになったと思いました？最初アドレスの時に瀬崎さんふわっと俺に聞いたの、聞いてた。そうです、それがあのチープの原因です。それをなんとか体使って開いてまっすぐだったんです。わかんないでしょ。わかんないですね。こんだけでその話です。この方程式さえ覚えちゃえば持てるようになってきますから。あ、いいですね。素晴らしいんじゃないでしょうか。あれで276.7ですよ。自分の X を生かしていかないとすぐ戻っちゃう。皆さんこんにちは。カットビゴル塾の浦です。アミです。せんちゃんです。関です。よろしくお願いします。お願いします。ラウンドレッスンの回があったと思うんですけど、あの時に千崎さんが左向いてこすってごまかしちゃうっていう千崎さんですね、はい、右向いてフェイスカップしてかぶってくるとすごい痛かった、うん、はい、あれを今ちょうどやられたんですが、はい、今できてなかったんですよ。あー、いいですね。すごいだね。右向いてフェイスカップして、そう、何ができてなかったか、すっごい大事な話ですから。今アミはもうすでに治ってるのにやったからチーピン出ちゃったんじゃないかと思いましたね、うんうんうん、はい、なんでチーピンになったと思いました？返しすぎ。あ、返しすぎ。あ、いいですいいです。要は最初アドレスの時に瀬崎さんふわっと俺に聞いたのを聞いてた。ボール中ですか？そうなると、ベースをかぶしてからグリップしていいんですか？はい、そうです。で構えてたんですよ。はい、全然かぶってなかった全然かぶってなかった。それだけだよ。かぶってないのは、はい、ふんわり自分でも分かってる。はいはい、本当にかぶしてたらチーピン持ちだから、もともとこうやから逃がして右プッシュとか打ってるんだよ、うんうん、それがかぶってねえんだってそれをうんって補っちゃったのね、はい、それがあのチーピンの原因です。なるほど。だから閉じるは閉じる、ちゃんと。でこれをするのにまず何をどうやって左にしか行かないわってぐらい閉じた状態で構えてもらって、うん、これを開いて当てるをまずやりましょう。順番逆なんすよ。まっすぐ構えてください。一回まっすぐ構えて、はい、で目めっちゃ閉じて、ボールめっちゃ左向いて、はい、いいですね、いいですね。もっと閉じて、もっと閉じて、それをなんとか体使って開いてまっすぐ当ててください。はい、いいですね。もうだってこれでいいじゃんあれ昨日やったのはラウンド中のごまかし方だった。だって千崎さんは体使って逃がすのがうまいわけじゃん。そうですね。じゃあ体使って逃がすはもう得意技なの。じゃあそれ置いといてこれやっちゃえばよくない？今危なかったですね。今ちょっと足りないかな足りないかなって今足していきましたよね。でも全然分かんないでしょ。分かんないですね。こんだけでその話です。ほら動画にならん。これを。もう今日やるつもりだったの。ラウンド中にできないのはその恐怖心があるから。絶対ビビる、うん、絶対閉じない。もう 100% 後ろにいる潜在意識たちが無理ぽ、無理ぽ、無理ぽって無理なりみたいなのがいっぱいいるわけ後ろに、はい、そいつらに納得してもらわないといけないから一回ここで一回やってもらう、うん、そしたら脳が覚えて怖くない、はい、怖くないんだよって。自打球しそうですそうそうでしょ。自分のところ飛んできそうでしょ。それを自分に当たらないのに逃がす。いいですよ、うん、だって逃がしてるつも得意でしょ。得意ですそしたら今まではですよ、開いたフェースをなんとか開かないようにこう閉じ戻しながらかつ左抜きながらっていうわけわかんないロープショットみたいなドライバーの仕方してたのが、うん、とにかくロフトがもう9度のドライバー、10度のドライバーがもう閉じまくってもう0度ぐらいになっちゃってるのを上がんないから自分でこう開きながら打ってるんで、開いた状態から閉じるのと閉じた状態から開くのだと閉じきらなければならないだけロフト立っていくじゃないですか、うん、そうですね。でフェースを開くために体を回して手元前に出しますよね。ハンドファーストにしますよね。ロフトは開かないんですよね。まだ閉じちゃうんですね。だから球が低くなるんですよ。そうむっちゃ低くない？うん、ということで和田翔太郎とかねうちに来てる小田孝明さんとかもこうやってフェイスめっちゃ閉じて、はい、結構ツアー会場で見てるでしょ。いろんな人結構こうなんだしっかりめの強めの球で低い球を打ってくる人で
アドレスでフェース面閉じてないプロほとんどいないでしょ。そうっすね、そうっすね。それ閉じてますよね。はい、いいっすね。はい、いいっすね。いいっすね。今、閉じてます。今、これすごい大事だからね。今、大事だから。これめちゃくちゃ大事だから聞いてね。閉じてます。今、撮りますか？閉じてます。これは、閉じてません。こうで、こうやって、こうやって握るのが閉じてます。この状態からちょっと足りないから握ったままこうやってやるのは閉じてますではないです。だからその分フェースの閉じが足りないから今みたいなスライスが出てしまったんですよ。まず閉じる量もだんだん慣れてきて、これぐらいからって浅くなってきて、一番最初に言ったのはそんなもん誰が打っても左しか行けへんわ、自打球しちゃうかもしれないっていうぐらいって言ってましたよね。自分の胸に手当てて聞いてみてください。さっきのショット自打球するぐらい向いてました。向いてなかったですね。そうなんですよ。ここが現場だと絶対できない、だから今日いじりたかった、まあ、一回チーピンこいちゃっていいです。めちゃくちゃ上手に閉じてそれ頑張って開いてください。これは閉じてますね。これは閉じました。閉じました。これをめっちゃ開いてるって。あ、いいですね。これを閉じすぎって言うんです。これをやって初めて調整していくんです。で今のフェース面はそのままで頑張って体使って開きます。この方程式さえ覚えちゃえば閉じないでも打てるようになってきますから。あ、いいいい、それでいい。それ貫いてください、貫いてください。これでいいです。これマジでめちゃくちゃ大事やから。高いスライスする人って手の返し方の練習ばっかりやるんだけど逆それをねもう武器にしちゃえばいい。いいですね、いいですね。それでいいですよ、それでいいですよ。もっと振って、あ、いいですね。今ヒールに当たったからスライスです。振っていっちゃったから体重度が多くなっちゃって打点がずれてる。あ、いいいい、それ甘くなるわ。こんだけ言われてさ、あとその後だってもうこっから見せたら分かるけど手で見えない。あれで270いくんだよ。いい顔してくれるわ。なるほど。あ、いいですね、いいですね。このミスが出てるうちはいいですよ。だってこれチーピン出ちゃってるチーピンじゃないですよね。自分が下手だから出てるチーピンじゃないですよね。アドレスでアグレッシブにしてるからこそ出てるチーピンですよね。昔出てたチーピング性だったチーピンとは違います、違います。これはまっすぐ打ちたいのに出ちゃうチーピンじゃない、それはチーピン出るよねっていうところで出てるから自分のせいじゃないですよ。だからチーピンが怖くなくなるこれだとね、まあ、まだ早いですけどこれをだんだん調整していく。でこうやって体を開いて体重を乗せて調節するのと、開いた状態から閉じるっていうのは体を止めてヘッドを走らせるんですね。でどっちがエネルギー働くんですか、手だけと体全体と。そうなんだ、だからこっちも飛ぶの、うーん、飛ばせちゃう、うん、はい、OK。 カヨちゃんもそうだし、タケのアイアンもこうで、タケアイアン異常に飛ぶだろ、あいつ飛びますね。飛ばしに行くときはバグったぐらい飛ぶだろ、うん、あいつこの近くで。翔太郎もアイアンむちゃくちゃ飛ぶで、あいつ全部飛んだから。いいフェード、もっと振って体重とかギリギリまで押さえてね。いいいい、それで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 いい。これが開きが足りないっていうのはちょっと上から入ってるからなんですね。アッパーで振る、要は球上がりすぎてた人にアッパーで振れなんてありえないじゃないですか。そもそも球高い人なのにアッパーで振ってください。球上がってないんで。了解です。いいいい、めちゃくちゃいい。もうこれが出てるうちはもうちゃんとアドレスでフェース合わせてるっていう証拠です。ほら M5 ツアーなきゃめっちゃいいな。あ、今発見しちゃった。だって想像がつかん、これよりいいシャフトを作るドライバーで。え、321何にも振ってないね、テレビないから。いや、しかも50あるだしね。俺これにしようかな。じゃあ一
回だけ、はい、かぶせてるようちょっと戻りましょう。ほんのちょっと逃がしながら打ちましょう。はい、逃がす方が得意でしょう、うん、これが多分一人だったら絶対すぐやっちゃってるんです、うん、多分2球目が多分やってると思う。もう一回戻して閉じて、しっかり閉じて、しっかり開いて、あ、いいですね、素晴らしいんじゃないでしょうか。下目の当たりの薄い当たりですけど、うん、あれで2767ですよ。そうですね、だって今シンクってないじゃないですか。ちょっと下っ面でしたね。下っ面でしたね。でも打ち出し11度ですよ。下っ面で1999回転ですよ。11点、超いい、いいっすね、超いい。開くのが怖かったのが、開かなくちゃいけないってなった瞬間も向きじゃん、触れるこっちのもんだってなりますね。だからそれはね、日本のとか、まあ、こうレッスンされる方でもね、間違えちゃう人がたまにいるんだけど、こっちに間違えちゃう人がいるのにね、開いてますよ、止めましょうとか、はい、閉じてましょう、開きましょうとか、それも大事なんだけど、特にこういうゴルフ歴が長い感覚派の人特にね、うん、相当感覚が使える運動神経のいいタイプ、うん、自分の長所を生かしていかないとすぐ戻っちゃう、戻しちゃうこと前提でやってる、うん、これ目に見えてることをいじってるわけじゃない、はい、戻しづらいんだよね。 OK、 いいでしょう、うん、締めていきましょう。うん、おー、271。ありがとうございます。いいじゃない、どう変わったの、はい、ちょっと思ってた直し方と違うかった。全然違います。アキラも昨日ラウンド、ね、カメラまでついてたから、こうやって戻すとは思わなかったか、うん、全く思わなかった全然もう逆だった、逆でした。あ、やっぱこう返しなさいだよね。そうですね、そっちはもうパッてね、来ちゃってたんで、うん、これちょっとね、結構大げさにやってもらわないと覚えないん で、ね、これで私この春に向けて、うん、頑張っていきますって、じゃあまた今度って言って終わってちゃダメなんですよ、うん、あの、わりかしちゃんとあの、あれゆっくりにして、あ、わかりました。本日できないの、あ、逆です。前回レッスンしたやつ、今回のラウンドレッスンも分かったんだけど、はい、全部なくなってるから全部リセットされてる。何もしてないのに、もう何もしてないのに、リセットされてる。何もしてないのに、リセットされてるから出来上がるまでしばらくちょっと会話するのかな。そうですね、来なかったら家行くんで、分かりました、せんのぎこんな感じで、まあ、皆さんも参考にしていただけたらなと思います。ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。チャンネル登録のグッドボタンよろしくお願いいたします。各種 SNS ですね、概要欄の方からチェックよろしくお願いいたします。それでは。この距離がいかに短くできるのかっていうので、ヘッド走るかヘッド走らないかに繋がってきます。かやちゃんとか私よりさらに小さいぐらいです。飛ぶ人はみんなここは近いです。ここが広くなればなるほど距離は出ます。手がまず一つと、これで終わりです。これで捕まった球で距離めちゃくちゃ飛ぶから頑張って。なんか面白い話あります？ないです。早くない？なんかない？昨日ご飯美味しかった？美味しかったです。カレーどうだった？カレーも美味しかったです。昨日残った焼肉、はい、みんなでお家で焼肉したんですけど、残った肉で先生がカレー作ったんですよ。しかも味付きのお肉たちですからね。ホルモンもカルビ、ハラミ、全部贅沢だ、ね、全部のやつ結構残っちゃったんですよ。それを全部のボウルにまとめて入れといてって言って、え、ごちゃ混ぜにですかって言って、そうって、それカレー作るからって。ものすげえ時間赤ワインで煮てビーフシチューを作り、それをカレーにしたってさ、うん、もう良くないですよ。さっき食べたんだけど、はい、骨が痛すぎ、食べたお前食わないともうなくなっちゃうよ。もうないです。さっきタケさんめっちゃ食べてましたからね。嘘、もうないですよ。あ、嘘。もしこれで全部なかったらお前一人だけに作ってよちょっといい肉で